おはようございます。おはようございます。今日は本来は月曜日のインスタライブヨガは9時半から行ってるんですが、今日は1時間早めでやってます。すいません、お知らせが直前になっちゃったんですが、で今日は、短めにサクッとやりたいと思います。でどんなことをしようかなと思ったんですが、今ちょうどオンラインコミュニティの方でキャンペーンをしていて、で毎朝今ちょうどね聞くだけヨガっていう、まあ、ガイドの瞑想の習慣1週間なんですね。なのでちょっとそれにも合わせて、瞑想する前に、おすすめの呼吸法、ちょっとほぐして体をほぐして、で呼吸法をやっていきたいと思います。で、まあ、瞑想の前だけじゃなくても、なんか疲れたなっていう時とか落ち込んだなっていう時もそうだし、お仕事の合間に、やるのもいいと思いますので、もうどんな方もやっていただけると思うので、ぜひぜひやってみてください。そうですね、10分15分ぐらいでやっていきたいと思います。そうだな、そうですね。で今日は、どっちかっていうとリラックスするような呼吸法にしていきたいと思います。で瞑想する前って、もちろん朝起きてそのままやってもいいんですけど、体がガチガチのままやるとやっぱりいろんなこう気だったり呼吸が巡らないと思うので、ちょっとほぐしてからねやる方がいいと思います。なのでこういうサクッとしたヨガや呼吸を挟んでもらって瞑想してもらうととてもいいんじゃないかなと思います。はい、あ、ちなみにですね、今オンラインコミュニティの方キャンペーンやってるので、よかったら前の投稿とか見ていただけると嬉しいです。はい、では始めていきましょう。ちょっと音楽もね、森の中の音をかけていきたいと思います。これでいいのかな。では、あきよみさんおはようございます。吸う息で肩すくめます。吐く息でストーンと下ろします。頭を前にうなずかせて、ぐるーっとゆっくりゆっくり、今の首の感覚を確かめるようにゆっくり回していきます。反対回りもゆっくり回します。頭が前まで来たら、頭を起こしていきます。両手組んで、ぐるぐるっと手首回していきます。両手前に伸ばして、グーパーグーパー。手のひらで前の空気をぐっと押し出していくように。で、グーパーグーパー。これ意外と続けてるとしんどいんですが、手がね、左右で開きにくかったり、そんな違いもあるかもしれないです。では、指先下に、もう一度指先上に、下に、上に、ぐるーっと回して、反対回りもぐるーっと回します。では、両手もう一度ブラブラブラ。吸う息で両手そのまま頭の上に長く伸ばして、吐く息、両手組んで頭の後ろに置いていきます。次の吐く息が終わったら吸う息、頭でその手のひらを後ろに押していきます。横から見るとこういう感じで、押された手のひらも頭を押し返していきます。呼吸深く、呼吸心地よく続けながら、反り腰にならないように背骨まっすぐのまま頭と手のひらで押し合っていきます。吐く息、頭を前に、腕の重みを頭の後ろに優しく乗せていきます。もう一度吸う息で肘開いて胸開いて、頭手のひら押していきます。で手のひら頭に押されないように押し返していきます。で
は吐く息で真ん中に戻って両手肩に肘下げます。吸う息、肘前から上、吐いて肘下へ。この肘が一番遠くを回るように丁寧にぐるぐる早く回すのではなくて、味わいながらゆっくり回します。肩甲骨の周りのぎゅっと固まったものをほぐすように。では両手を下ろしていきます。吸う息、左腕長く伸ばして、吐く息右手で床をも、押さえてサポートしながら倒していきます。左の脇腹から気持ちよく腕が伸びて、肩すくめないように肩リラックス。吸って正面に戻って吐いております。次の吸う息で右腕長く伸びて、吐く息体真横に倒します。左手でサポートしながら、右の脇腹から腕が長く伸びて、こう腕だけ伸ばすのではなくて、この脇腹から長く伸ばします。で吐く息で左に倒します。脇腹からね、気持ちよく伸びて、右の骨盤ちょっとマットの方に、床の方に下ろします。今日マット引いてなくても全然できる形です。吸って正面に戻って両手下ろします。はい、では呼吸法をやっていきたいと思います。はい、では人差し指と中指を使って、折り曲げて、ごめんなさい、折り曲げて親指と薬指を使っていきます。親指で右の鼻孔を閉じます。で薬指で左の鼻孔を閉じる。これをね、交互にやっていきます。で今日はそうですね、8カウント吐いて4カウント吸う、8カウント止める、8カウント反対から吐く、4カウント吸う、8カウント止める、また逆から吐く、これを繰り返していきます。で止めるときに苦しくなるときは、もしかしたら頑張って4カウントの短い吸う息を吸い込んでいると逆にしんどいです。なので吸う息は8カウント吐いた後に自然に入ってくる呼吸を4カウント分受け入れる、そんな感じでやってみてください。左手はこれ強制ではないですけど、自由なんですけど、親指と人差し指を組んで陰を結んで膝の上に置く形でもいいです。または、結ばずにどこかね、心地いいところに置いていても大丈夫です。では右手顔の前にセットして、でこの呼吸をするとだんだん頑張ってきてね、右の肩がこう上がってきちゃうので、肩はずっとリラックスのまま。ではまず両鼻からの呼吸を確かめていきます。こう鼻も利き鼻というか、主に右か左どちらかの方が呼吸をメインにしているっていうのが、あるそうです。でそれをね、自分はどっちかなっていうのを探してみます。はい、では今歩き両鼻から吐いて、両鼻から吸って、では右の鼻孔を閉じます。左から吐きます。1、2、3、4、5、6、7、8、吸って1、2、3、4、止めて2、3、4、5、6、7、8、右から吐いて2、3、4、5、6、7、8、吸って1、2、3、4、止めて1、2、3、4、5、6、7、8、左から吐いて1、2、3、4、5、6、7、8、吸って止めて、右から吐いて、全部吐き切って、吸って
止めて、静かな時間、左から吐きます。吸って止めて、下腹にね、ズドーンと重心を下ろしていきます。右から吐いて、吸って止めて、左から吐きます。吸って止めて、肩リラックス、右から吐いて、吸って止めて、左から吐きます。吸って止めて、右から吐いて、吸って止めて、左から吐きます。吸ってラストラウンド止めて、右から吐いて、吸って止めて、左から吐きます。全部吐いて、吐き切ったら両手を下ろして、両鼻からの久しぶりの呼吸を目を閉じたまま少し味わいます。では両鼻から大きく吐いて、大きく吸って、大きく吐きます。胸の前で手を合わせて、はい、では、今日のこれからの一日、そして、今日からの、1週間が皆さんにとって良いスタートとなりますように。今日もありがとうございました。